そうですね、来るべきものが来てるんじゃないでしょうか。来るべきもの、ええ、つまり人間の物質的豊かさというものがピークに達して、でそこでは満足できないと人々が思い出していると、でそうなると次はどうなるかというと、内側の世界の探求に入っていくという。この度は、世の中の皆様、そして、野球に携わる少年野球から全てのプロ野球、そして名球会、高校野球、野球ファンの皆様のことを大変失望させてしまい、罪を犯してしまい、本当に申し訳ありませんでした。これから使用で出かけます。後ろついてきたりしないでください。映さないでください。そこの人わからないんですか。しかし、ひるむことはありませんでした。カメラに向かって叫ぶ男。逮捕されたのは不良グループドラゴンの幹部ら3人です。これから使用で出かけます。後ろついてきたりしないでください。映さないでください。そこの人わからないんですか。公安の方が調べてくれることですから、それについては直接的な答えは避けたいと思いますけれども、これからどういうふうに、これからはますます決意に燃えて、ますます帝国主義者への反撃を組織しながら、一歩一歩着実に奥平君たちがやり遂げようとしたことをやっていきたいと思います。また、はい。